で今日は筋肉に、ミートソースパスタっていうのを作っていきます。名前コストコ見てもらった方ならあれなんですけど、この牛肉の赤身 88% の牛肉を使って、あとは野菜を入れて、体にも心にもいいパスタ作っていきます。で、軽く材料を紹介すると、ちょっとねお金なくていろいろ買えなかったんですけど、これは人参ね。で、セロリが2本。で、こっちが前買った牛肉の赤身 88% の肉を2つ使ったミートソース。これはね、結構ね、アクが出るんで、電子レンジでアク取ってから、ボロボロにして食べていこうと思います。で、これがカットトマト缶ね。で、これもね、いつも通りこの炊飯器。炊飯器でやっていくんで、切っていきますね。いや絶対美味しいやろこれ。お手柔らかに。でこれできたんで、入れたんで、これで炊いていきます。で肉はね、後で食べるときに乗せるって感じで十分だと思います。これはやばいっしょ。贅沢すぎやで、こんなセロリ食べることある言うて。人参も3本入ってるから。で、塩コショウしました。このちょっとね、こうすることで野菜から水分が出て、中でね、仲良く、開けたときにはもうなんか家族になってますから、こいつらは。そこに俺が加わると、もうそうすればね、平和、もう世界中から争い事なんてなくなります。できたのがこちらです。じゃーん、めっちゃ美味しそうでしょ。これで、パスタと炒めて、あとはミートソースかけて、じゃなくて牛肉かけて食べていきたいと思います。やば、これこん中で寝たいよね。で、まずパスタを加えます。で、この茹で汁を必ず加えること。もうね、ガスコンロここで初めて使いました。さっさと終わらせんと。茹で汁を必ず加えて、あとは捨てていいんですけど、よいしょ。で、すかさずミートソースね。すかさずミートソース、ミートソースを加える。で、これでパスタが吸うまで、待ちで、メインや、メインの牛肉を加えます。これ牛肉ね、そぼろのしたやつ、アク当たってありますから、めっちゃ綺麗なやつ。ひっついてる、これ。これで混ぜていきます。これでね、いい感じにとろみがつくまで。まだシャバシャバっしょ、まだシャバシャバっしょ、とろみつくから。これで心の準備をしないと。で、見てください、これだんだんね、こうやってとろみとろんでくるんですよ。とろとろと、わかるっしょ。うまみのロスないっしょ。これがあざみさんに出た、もうなんかパスタがまとわりつくって感じ。これで旨味が凝縮されてますから。これで火を消す。火を消して、あとは余熱でやっていくと。で、この間に俺はトイレに行くと。完璧な流れやな。ってことで、筋肉にもね、めっちゃいいパスタできたんで食べていきます。こんな感じ。サムネ通りないけど、やばいっしょ。めっちゃでかいっしょ。クソでかいんですよ。あれからね、ちょっと時間経っちゃったんですけど、結構美味しそう。めっちゃ美味しそう。ってことで食べていきます。やばいね、これ。これやばい。マジでかい。ほんまにでかい。いや、これ、我が家にある結構でかめの皿なんですけど、冷蔵庫に入れたから固まってるわ。いや、固まってるな。
じゃあ食べてきます。あ、でしょ。うん、うまっ、うん、ミートソースやこれ。うまっ、麺がいい感じに吸ってるわ。うん、やっぱあのフライパンの作業大事ね。うん、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいよ。俺なんかな、やっぱ牛肉が使うのいいね。うん、なんか、うん、いいね。鶏ばっかやけどたまに牛食わんとあかんわ。なんか元気出る、牛食うと。マジでなんか肉食ってるって筋肉にめっちゃいい感じする。まあね、背中トレもやったし腹筋もしたし、まあ、今日はね、まあ、いろいろ遊びに行ったから結構楽しかったんですよ。だから体も疲れて、まあ運転もね結構どんぐらいかな、うん、60キロぐらいしたんかなやと思うんで疲れた体に染みますわ。うまい、うん、って感じで、まあ大食いじゃないんでまたゆっくり食べていきます。でね、また大食い企画とかもうヘッドヘッドの状態、もっともうちょい痩せた状態でやっていくんで、まあよかったらね見てください。まだやりたいことはいっぱいあるから、まあ楽しみながらやっていこうと思います。じゃあよかったらあのね、チャンネル登録とグッドボタン、高評価押したってお願いします。でもしね、あの自炊とか、ボディメイクされてる方よかったら真似してみて。これ安くでできるから、結構安くでできるから。まあ暑いんで、皆さんも体調に気をつけながら、まあ、楽しく筋トレやっていきましょう。